ガチャ、サムさん、英文法の時間がやってまいりました。本日226回目はサムに関して言ってみたいと思います。皆さん、サムと言われたらいくつかというふうに認識されている方は多いかと思います。田辺さん、やっぱりそれだけではですね、未知の表現に出くわした時に対応ができない、そういう可能性もございますので、もう少し皆さん、サムの核心に触れるところですね、そこを認識しておいていただけますと、類推力が身につくんじゃないかなって感じがいたします。ということで、皆さん、例文一つ目でございます。 Some people say that、 皆さん、これは訳せますでしょうか。まあ、もちろん何人かの人々がざっと以下のことを言っているというふうに訳す方もいらっしゃると思います。もしくは、うんたらかんたらという人もいるというふうに訳す方もいらっしゃいますよね。そして例文二つ目、 Some の応用で something、 こうなっても確信はずれないので、この例文二つ目訳していただけると嬉しいかと思います。文頭 There is something wrong with で、後ろ my mobile phone、 私の携帯電話の調子がどこか悪いという意味でしたね。ですので、この例文二つご覧いただけますと、サムの確信が分かっていただけるんじゃないかって感じがいたします。で、皆さん、共通点として、例えば例文一つ目、うんたらかんたらという人もいるんですが、具体的に100人とか200人とか、それを示しているわけではないんですね。そして皆さん、例文二つ目もやっぱりそうです。私の携帯電話の調子が悪いんですが、ここが悪いんですというふうに具体的に分かっているわけではなく、なんかどっか調子が悪いと。ですから、具体的には分からないが、存在していることは確実、こういうイメージを持っておいていただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さん、例文3番目、 Do you have somebody? 皆さん、これ中学生の時にですね、疑問文を習った時、 Some ではなくて Any を使ってくださいねというふうに教わったかと思います。ただ、皆さん、それは高校生になるとですね、疑問文の場合でも Some で OK ということを耳にした時、なんでやねんと思った方もいらっしゃると思います。ですから、ちょっと下書いてみました。疑問文で any ではなく some を用いる場合、当然確信はこれでございます。いくらか存在していることを前提に話してが喋ってるんですね。ですから、私が皆さんに対して do you have somebody? とお聞きした場合、皆さんはおそらく、いや、かなりの確率でお金を持ってるんじゃないかというふうに私は思ってるんですね。ただ、具体的にいくらというのはわからない。そうです。金額は具体的にはわからないんですが、皆さんが持ってることは確か。ですから、話してはそう思って喋ってるんですね。ですから、そういう皆さんイメージをお持ちいただけますと、疑問文の時でもサムが使える、そこに納得感が得られるんじゃないかなという感じがいたします。ですから、サムに関してはこういう定義づけ、具体的にはわからないが存在していることは確実、こういうふうに押さえといていただけますと、皆さんが今後出くわすであろう未知の表現、そこに自分なりの解釈を加えることができてですね、ああそうかというふうに思える機会があるかと思います。ですので、今日のサム参考なさっていただけますと嬉しいかと思います。ということで、皆さん、ノートを写す方はどうぞ。ということで、今日も頑張りましょう。